君の友達はアメリカ合衆国のシンガーソングライターのキャロール・キングが1971年に発表した楽曲。1972年のグラミー賞で最優秀楽曲賞を獲得しており、多数のアーティストにカバーされた。君の友達はキャロール・キングが1971年1月に 自身のアルバム、つづれりとジェームス・テイラーのアルバム、マッド・スライド・スリムのレコーディングセッションで書いた曲である。キングは、この曲は、今までに経験したことのない純粋なインスピレーションに近いものだった。自分で書いたものだ。と語っている。またテイラーによると、キングはこの曲が、テイラーの楽曲、ファイアーレインで繰り返される、I've seen lonely times when。 I could not find, a friend という一節に対する変化だと証言している。キングのアルバムとテイラーのアルバムは同時並行で録音されており、キング、ダニー・コーチマー、ジョニー・ミッチェルの3人が両方に参加している。この曲は両方のアルバムに収録されているが、キングは1972年のインタビューで、ジェームスや誰かを特別に意識して書いたわけではないの。 しかし、それを聞いたジェームスはとても気に入り、レコーディングしたいと言ったと語っている。テイラーはこの曲をシングルカットしたが、キングは It's Too Late をリリースした。ジェームス・テイラーとキャロル・キングによる君の友達の共演1971年のアルバムマッド・スライド・スリムに収録されたテイラーのバージョンはシングルとして成功しており、 ビルボードホット100では7月31日付で1位を獲得、前衛シングルチャートでは4位を記録している。また、イージーリスニングチャートでも1位を記録している。なお、この曲によって、1972年グラミー賞で、テイラーは最優秀男性ポップボーカル賞、ソングライターのキングは最優秀楽曲賞を受賞している。ロバーフラックとダニー・ハサウェイは、 1971年に連名でシングルとして発表し、ビルボードホット100では29位を、R&B チャートでは8位を記録している。シングルの B 面に収録された Go ンア Away はフラック名義のアルバム第2章からの曲で、ハサウェイがピアノやバッキングボーカル等で参加している。このカバーは1972年4月にリリースされたアルバム、 ロバータ・フラックダニー・ハサウェイにも収録された。また、ハサウェイはライブにおいても歌い、ソウルフルなゴスペル風のライブバージョンは、1972年のアルバム、ライブと没後リリースのアルバム、ソングス・フォー・ユー・ライブに収録された。イギリスのアシッド・ジャズグループである、ブランニュー・ヘビーズとボーカルのサイ・ダ・ギャレットは、1997年に、この曲をカバーした。 このバージョンは、全英シングルチャートで9位を記録した。なお、この曲は、アメリカ発売版のアルバム、シェルターには収録されていない。1998年4月14日、世紀のライブ、女神たちの共演、ディーバズライブで、セリーヌ・ディオン、シャナイア・トゥエイン、グロリア・エステファン、キャロル・キングが、君の友達を共演した。このイベントは、ニューヨークのビーコンシアターで行われた。 コンサートの模様は1998年10月6日に CD、DVD で発売された。マライア・キャリーとアレサ・フランクリンもこのイベントには参加していた。君の友達は世紀のライブ、女神たちの共演、ディーバズライブからのナチュラルウーマンに続く2枚目のラジオシングルとなった。このバージョンはベルギーのエアプレイチャートで74位を記録した。ありがとうございます。